ロキソニンエスクイックの CM キャラクター石原さとみさんです。よろしくお願いします。えー、こちらの CM ご出演されていかがでしょうか。いやすごい嬉しかったですし、あの今までの撮影とはちょっと一風変わった撮影方法というか、あの多分クイックのこの力強さだったり凄さみたいなことをアピールするための撮影方法だったんですけど、全部がミリ単位で。 撮影していて、いここからあちょっと後ろへ体重乗っけてくださいとかあちょっと行き過ぎましたとかあ右肩がちょっと上がってますとかそのぐらいすごくミリ単位で,で一歩踏み出すのもその歩幅の調整とかもあってすごく緊張した撮影だったんですけど出来上がり見て頑張ってよかってかたた。なと思いました、はい、改めてこの10年というのは振り返ってみていかがですか でもこの10年前2011年が特に大きな変化がたくさんありました。あのまあ、仕事のことで言うと、まあ、初めて挑戦した作品が増えたりとかあと自分が夢だった CM だったり雑誌の表紙だったりいろんなこの夢が叶った年でもありましたしあとはやっぱ撮影方法がいろいろ変わりましたね。ネット社会になったので あの宣伝方法がちょっと変わっていったり携帯だったりパソコンで見れるような撮影方法に変わっていったりといろいろな仕事面でも変化がありましたしプライベートでは母が大きな大病をしたんですけどそれを乗り越えた年でもありましたしそこからとても家族仲がもうより一層良くなって旅行に行くようになったりあと初めて一人暮らししたりこうなんかでもやっぱ振り返ってみると。 たくさん悩んだんですけど楽しいことももちろんたくさんありましたけどもうなんか忘れちゃうぐらいその時の悩みは今悩んでないなぁとはすごく思います悩みの質が変わっていってるなぁってすすごくそれは思いますねこれからの10年もねきっとそのまま、ねねね、頑張っていってください。て何か来年が、うん、あの20周年なんですよ2002年デビューなので、はい、だから何かこうまた新たな挑戦チャレンジできたらいいなと思いますね。うん なんかこうストレスを回避するようなこととかはありますか？その他暮らしの中で発生ストレス回避、はい、えー、なんだろう？でも。今は生活の一部になってますけど、料理するときに、はい、あの千切りはストレス発散になってます。お<ー> <laughs> とかはい、あとは。 すごく細かいこと言うと、うん、あの炒め物する時に最初はワ、うん、って盛り上がるんですけど一瞬蒸してから、うん、いい具合にくたってなったぐらいでこう炒めてくる時の時間がすごい好きで <laughs> <laughs> なんだそれって話ですけどなんかこうそういう瞬間がたくさん自分で生み出すことができるので、はい、そういうなんかこう、うん、楽しいなと思える。うん なんかこの時間好きだなって思える時間は増やしていきたいなと思います。なるほど。<laughs> ええー、石原さん鎮痛薬を飲むときに気をつけていらっしゃること何かありますか？うん、私以前薬剤師の役を演じさせていただいた時に、はい、本当に市販薬でも、うん、あの飲み方ってあるんだなってすごく学んだんです。うん、で、やっぱりこう何グラム入っているのかってこともちゃんと把握した上で飲むべきだなっていうのはすごく思いました。うんうん、あの。 たくさんいろいろ学んでなんか飲み方っていうものがちゃんと後ろのパッケージの裏に書かれているのでちゃんと読むべきだなってすごく思って大切に飲んでますね。が、うんうん、頭痛を防ぐために実践されているリラックス方法あれば教えてくださいというご質問が来ておりますがあ私は、うん、あのお風呂タイムは結構1日2回ぐらい入ったりします。 なんて言ううでしょう朝起きて目覚めるための湯船の時間ちょっと厚めにして、はい、で夜はちょっとだけぬるくして。うん、あの すんごい大きいため息みたいなものを <laughs>、うん、ファーって言いながら入るのをちょっと長く半身浴したりとかはしてますねあ,あとお風呂場になるべく携帯持ち込まないとかあなるほどうん、んそれやっちゃうんですよやっちゃいますよねはなので夜は特に10時以降は携帯見ないようにして、うん、お風呂入る時はもう部屋に置いておいてもう。 手もちゃんと使っていいように、全身の力抜けるように。リラックスはなるべく心がけてますね。西原さとみさん、本日はどうもありがとうございました。